が振り回してやるってよ。おめえだけだよ信じてるよ。俺ずっと信じてるよバカ野郎。抑えたー。来年からはうちらが回す。来年もっと楽しみだよな。すごい勢いで一人ずつの入場なんですけど、そうですよね、もうカオルも山田も今入場してきました、うん、さあ一気加勢にまずは ね出花をくじこうというところなんでしょうけれども、ね、場外戦はこれセコンドもいますからね。あ、アジャアジャまでこれね、この人ね今日アルチオなんですよ。もうこれこれを知ってるお客さんもマスコミの人たちもびっくりしてるんですよね。これはねやっぱりこう、アスカ選手のね、こう外野初参戦ということで、はい、のんびりプロレスなんぞやってるプロレスなんぞやってられってことで乱闘しに外野にやってきたといういや驚きました。これはアジャがセコンドで、そしてアスカと尾崎のタッグ、これはちょっと手がつけられませんね。あ、ポニーっていうことは南側のドアの向こうに消えていったのはこれバルコニーなんですけど、アスカとカオルですかね、これアスカ選手がバルコニー行くったら、ガイアのしかし見てない人は分かんないと思うんですけど、やることは一つしかないんですよ。さあどういったことになってしまうんでしょうか。あ、今やっとカメラ追いつきましたけども、アジャも入ってます。いやちょっとこれ戦慄のシーンがこのガイアの会場でですね見られるかもしれません。あっとヒロタもやられている。さあちょっとこれは予断を許さない状況になってきました。カオルが巻きつけられて、これボクシング用のリングロープなんですけど、危ない、やっとバルコニーから危ない、いやすごいことになってきました。あっとカオルの体が、宙吊りだ。完璧なる公式状態が今ここに成立してしまったのでしょうか。落とすわけじゃないですから。これ死んじゃいますよカオル。指が入ってなんとか。危ない。まあ普通肉体的なものもそうですけど、これ精神的にもいっちゃいますね。いやヒヤヒヤしましたね。しかし。まあこれね、何度か僕は何度か見てるんですけど、これジャガー横田選手とか井上京子選手もやってますから、いやでもまさかねガイアの会場でこれやるとは思いませんでしたね。私の写真では何度かですね見ていたんですけれども、あの割とこう肩が入ったりとか腕が入ったりとかっていうシーンがちょっと印象にあったもんで、完全にあんな風に首吊り状態になってるとはね思いませんでしたけども、
いや驚きました。これはだから飛鳥選手のもういわゆる姿勢方針表明ですよ。表明、このガイアの、ねお客さんに対しても、うん、もうこのやり方でいくよっていうことですよね。いわゆるあのクラッシュギャルズのライオネス飛鳥とはちょっと違うぞというね、まあ本当にそういった意識表明というね、それにしても荒っぽい表明の仕方をします。ああパイルドライバーですか、机割った、綺麗に割れました。いや真っ二つであります。いやそれにしてもこの飛鳥がねここまで瀬山さん、復帰してからですね、いわゆるラフファイターでここまでなってくるっていうのはちょっと私は想像もできなかったんですけれども、まあ割とずっと僕は彼女のこと見てきたんですけれども、はい、いやでもやっぱり一度地獄を見た人間の強みっていうんですかね、落ちるところまで一度落ちてますから、 そうですよね、それはもう前者の前者にフリー参戦してた頃の最初の彼女というのはもう、はい、そのねコンディション的な問題もあって、はい、本当にもうなんか問題外みたいな格のまだ落ちてたんですよ。なるほど。でそれをねもう本当に大釣りに上がるような感じでここまで来てるわけですから、はい、うん、なるほど、どん底を見た、ね、人間ってのはこれ、頂点を極めた人間がどん底に一度また上がってきてるわけですからね。そのいわゆる単なるラフ殺法で復帰っていうことではないわけですね、その全て の, その人間の何か業みたいなものを再現していると言いましょうかね。あっと生徒もきっちりだ。これはもう今これいわゆる反ガイア勢力が今集結した瞬間と言っていいですか。まあ、アザ選手は手が出なかったですけどね、はい、あしかしこれは屈辱であります。ガイアの、まあ、ナンバー2カオル山田でとりわけですね、はい、その飛鳥選手 の,、まあ、そのなんですか最強軍時代といいますか、うん、JD でやってるファイトスタイルというのは、はい、セコンドも含めたプロレスなんですよ、うん、なるほど、いわゆる軍団としての、集団格闘っていうんですか ね,、うん、ねシングルであってもタッグであっても、はい、それは一つのスタイルなんですね。なるほど、まあ、いわゆる喧嘩ですよね、はい、その人数が多いのは常に決まってるだろうっていうね、はい、うわ今の蹴りもしかし厳しい、いや本当にねアスカ、まあ、このガイアの白いキャンバスの上にアスカが試合をしているということ自体がですね驚愕なわけですけれども、そうですね、まあ、それ以上にそのファイトスタイルがまた驚愕であります、まあ、言ってみればその馬場さんと猪木さんみたいなもんですからね、はい、もう、ま、二度と交わることはないだろうと言われていたこの2人ですから、まあ、一つこの女子プロレス界のですね定石が一つ破られたと思います、常識が覆されたというね、決してその憎しみ合ってるんじゃないっていうことはこの間の横浜アリーナ の,、うん、あの握手でも分かると思うんですが、はい、じゃあ単純な友達かって言ったらそんな単純なもんじゃないですし、ね、だったらもう少なくとも2人が復帰して3年4年、はい、まあ、自分経ってる5年ぐらい経ってるわけですから、はい、あのそれは今までね一度も同じ試合コーナー立ってないのおかしいんですよ、うん、そうですね。あそして往年のこれは代名詞的な技ですね、いわゆるジャンスイングですけれども、これ、往年のスピード戻ってきてるなっていう、回転数こそはやっぱり劣りますけど、スピードはもう往年のスピードですよね、はい、あのいわゆる復帰当初はですねこの代名詞的な技もですねままならない時代がありましたよね、そういったどん底を経験して本当にそのまあ、この飛鳥藩に対しては失礼ですけどたくましくなってね、じゃあレスラーとしても本当にすごいこうステージアップしたと思いますよ、その今までは全く交わることがなかったそのシャーク土屋選手ですとか、はい、イーグル佐々選手ですとか、はい、全然違った価値観とかね、はい、その選手と交わったことによって、はい、うん、こういう、こうお客さんを手玉に取るようなね、はい、そういうところもなかったんですよ昔は。そうですよね、まあどうでしょう、しかし今のお客さんでどれまでどこまでこのいわゆるクラシックギャラの全盛時代をですね知っているお客さんが、まあ、このガイアのマットにどれぐらいいるのかというのがわからないんですけれども、いわゆるアスカの、いわゆる全盛期クラッシュの全盛期っていう影は全くこのガイアでは出さないということで、お客さんも当然そういうふうには見てないわけですよね、これね。
で、まあ、ただ一方で飛鳥選手というのはですね、はい、その一格闘家としてですね、はい、バーリツーズ何試合かやってると、うん、はい、そういう強さも持ってるんですよ。もうこれも中谷選手にはないものですね。なるほどね。本人の中では当然ものすごい大きな自信に当然なっていて、格闘家としてはもう譲れないっていう ね、うん、そうですね、プライドもあるでしょうからね、さあこれに対して尾崎も、まあ、これは尾崎選手もこう消されてたまるかっていうのはあると思いますよ、ね、まあ、しかし相変わらずひょうひょうと ね悪いことを繰り返していますけど、さっきからもうとにかく薫の流血をですね噛みついて、尾崎の顔に鮮血が今ちょっとね、選手はまだ一回もチェンジできてないんですよね、はい、尾崎がドラキュラ状態に今なっているわけであります。吸血鬼カミーラってところですね。うわ、DDT ちょっとなすすめないか。カオル山田もね、先制パンチをという勢いであえてこのラフを挑んでいったんですけれども、完全に裏目に出てしまいました、ね、やっぱりカオル選手はさっき釣られたのがね、はい、うん、あのバルコニーから釣られたのが、はい、肉体的なダメージよりも精神的なダメージが多かったと思うんですよ。それはいくらねコーナーポストの上から宙返りやる人でもね、あれは怖いですよ。あんなことやられたことないんですから。いわゆるへこみますよね、あれやられちゃっていう、それにしてもこのアスカのねラフファイトもとどまるところを知りません、あのなんか生き生きしてるようにも気のせいか見えますね。うわ、嫌な感じですね。全くタッチもねさせません。完全にロンリーバトルになってしまいました。カオル、さすがにここまでやられますと、うわ、ブレンバスター一発もスケールが大きいですね。長い、はい、もうやっぱり体もねでかいですし、もうラフも容赦しませんしね、はい、いわゆるド迫力の今プロレスがこのガイアのマットで展開されているわけであります、はい、さあ、カオル選手はなんとかカオルが、お、これはカオルがうまくこれ計らずもということですかね。トニーさんがちょっと巻き込まれちゃいましたね、はいはい、さあ山田がたまらず出てきました。これが結果的にどう出るかですよね、うん、これおそらくタッチは成立してないというトミーさんの判断でしょう。ダメですよこれ、あんまり熱くなっちゃう、山田がね、あの山さんの場合これ感情表に出るのはいい時もあるんですけれども、いわゆるこういう試合でですね空回りしてくるともうどうにもならなくなっちゃうんですよね。いや、そのあたりを冷静にこの逆に利用していくのはこの尾崎あたりのですねクレバーなところであります。とにかく挑発することにかけては天下一品、やっとサンダーファイヤー、まあ尾崎もなかなか体調がこれいいようでですね、これでも下手するとカオル選手一回もタッチできないまま終わっちゃうところないと言えないですよ、はい、ガイア対ねこのオズその他の人々と構想がですね激化していく中では、この試合、まあ、もちろんあの沼尾君の勝利でちょっと勢いづいたかなという話もありましたけれども、この試合で負けていては何もなりません。今のところその対抗戦という意味で言えば、はい、隅で里村選手がやられてますから、はい、一生いっぱいなんですよね、うん、ああようやくタッチできましたね。そうですね、もう満を持して、でもここはゴーズがタイミングで入ってくる、うわこれも入ってくる、とにかく軍団を相手にしなければいけません。裏剣が一回転しての裏剣がカウンター気味に山田の顎を捉えました。さあロープワークになっていく、ロープに乗ったがこれはうまい、これ山田選手はこれキック顔面、あのいい技ですよね、はい、あーじゃあアジャが入ってきた、裏剣、裏剣二重走、危ない、ラリアットだったラリアットですかね、はい、僕の記憶する限りではアジャ選手が、はい、そのセコンドの介入があっても、はい、試合リングの中入ってきて試合に介入したっていうのは初めてじゃないですか。そうですかね、ジャングルジャック時代でもなかったと思います。あ、そうですか、ね、バックドロップ、その獄門島のね、あの、うんうんうん、見習いやってた頃とかそれ以来じゃないですか、はい、なるほど、それはこれアジャの心境っていうかどういうものなんですかね、俺私にもやらせろよぐらいのことなんですかね。そうですね、で、まあ、ここでのアジャコングは、ね、ある種のアジャコングとは違うんだぞ、うん、
それはまあね、ガイアに来るときは再三言ってることですけれども、しかしすげえ違いますね。自分の興行を差し置いてやってきて乱入して、もうここまで違うかっていうぐらい、こんな取締役ですね。本当にね、いやルシオン大丈夫なんでしょうかね、心配してしまうんですけれども、さあ、おー、うわー、尾崎がライガーボムだ。これはちょっとね、アスカ選手に負けずとダイナミックさを前面に押し出したファイターやってますね、はい、山田もね勢い余らんばかりにね飛び出してきたんですけれども、やっぱり捕まってしまいました。完全に捕まってしまいました。急いでますね。さあオズの面々が椅子を積み上げている。この辺はやっぱりこうエクストリームな展開はやっぱりこう、はい、土屋選手とかね、あの辺とやり、うん、一緒にやってた中で得たもの、お、来た、お、いやラリアットかわして逆に、おー、アスカその椅子に投げ込んでいく。山田もよくね切り返していきましたね。さあこれはチャンスか、これはチャンスか。さあリバースゴールスペシャルを狙うが、うわー、ここはやはり この2人初タッグなんですよ。いやうまい連携しますね。うん、やはりこのいわゆる悪の連携はね、これはもうそのいわゆる連携という意味では悪いことしてね結ばれる人ってのはこれ強いんですよね。たった1回、はい、タッグでやっただけなんですけどね、試合はい、さあ今度はカオルがムーンサルトは、うわ、読まれていた。ちょっと時間かかりすぎたんでしょうか。とにかくそのタッグとしては全く機能していないと言っていいですね、これね、山田カオル組は。おお、これは裏カウンターで返す。さあ、うん、しかしあっさりと顔面を押し蹴り。なんかいいタッグチームですね。なんかこうお客さんもそうなんですけれども、見てて向かっ腹が立つようなファイトをねこの2人は繰り広げているわけであります。しかし5番手あシュガーですね。シュガーが椅子投げましたか、もうこれオズ手がつけられない状況だ。はあ、これもうわ危ない。得意技をそうですね出していきます。さあこのアスカにはさらにいわゆるタワーハッカーボムというね、究極の最終兵器ありますから、さあそこへの上昇ということになるんでしょうかね今のは。さあしかしそれはそれには負けじと、さあおエクスカリバーがか決まった。これはどうか、カウントはしかしあオズが、いやオズが入ってきてしまいました。いや、あ、これはねセコンドも、もう最初これ今ねたまらず里村も入っていきましたよ。うわ場外で揉み合っている、ガイアとオズ、いやそれあアジャも、しかしこれアジャがね赤子を秀でるようにね3人分ぐらいありますからね、強いことになっている場外。そして今リング上では、あしかしリング上でこれアスカを捉えているのは山田カオル、二度目の正直で、お、秀でるを加えて、はい、さあこれはどうか、これはどうか、あいない、あれあれカウントは入らない、カウントは入らない、レフリーが巻き込まれてるんです。トミーランが不在だ、これ3つ取れてたと思うんですけどね。いや完全に今3つ取れていたタイミングだったんですが、あ今度は1点したアスカが、アスカが、うわすごいハイアングル、すごいハイアングル、うわすごいライガーボム、これはここでトミーさん復活はないぜ。うわしかしカウント2、いやカオル選手もね、ちょっと目がうつろのカオル、いやよく頑張ってますよ。ここはしのがなければいけない、ここはしのがなければいけない。山田はカバーで、おーっと踏ん張った、おこれを裏カンラナでもう一回トライ、うわしかし裏カンラナを、おー2人、いやなんとしてもパワーでねじ伏せていく。すごい試合になってきた、カウント2点球だ。なんとかかろうじて今山田がカットに入っていく、もうだけうわあタワーハッカーですね。うわタワーハッカー狙いますか、これは決まるともうダメです。バックブリーカーの形からカオル返した、ウィスだ、そこが抜けちゃった、抜けた。須山さんこれちょっともうさっこれはもうアウトでしょ、タワーハッカー決まればアウトです。ブロッキーのカオルに対してタワーハッカーボム100% 決まってしまった。うわ指を指したその先には長与千草がいるんでしょうか。アスカ完璧なる3カウント、悔しいけど強いですね。いやこのね
スリーショット見ていただければ分かりますけれども、まともに試合やってたんじゃこれ勝てないでしょう、ね、でやらなくていいことをやって勝ってるんですよ、はい、これは別にここまでセコンド乱入させなくても、はい、ここは勝とうとも勝ってたと思いますよ。僕の試合できました。なるほど。でもあえてこれやったっつうのはもう宣戦布告でしょう。宣戦布告ですよ、はい、試合後もこうやってもう動けない。いやもうこれはね、いわゆるそのアナーキズムの象徴というね。うわー、大将がやっと入ってきた。大将がここ、おー、ショット、おー、スカともみ合っている。これは歴史的瞬間と言っていいですか。アスカともみ合っている。うわー、すごいことになっていました。戦国のこの外野のマット、もういわゆる一触即発の戦争。まさにこれ北朝鮮とアメリカ軍じゃないですけれどもね、一つ間違えるとミサイルすっ飛んでくるという状況になってきましたね。さあ今アスカがお前出てこいというアピールです。須山さん、再生という言葉が出ましたね。ありがとうよ。でも言っとくぞ、信用してるやつらがこのままだ。死が来るかよじ、死ぬのはお前だ。わーっと、また揉み合っていく。はっはー、須山さん、今4月4日